ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日もね、信長の野望申請続きからプレイしていきます。前回ですね、織田家でスタートし、本能寺の変が発生してたら大変だよ桶狭間の、合戦が発生し、今が義元を討ち取ることに成功しました。で、次は、家康と同盟を組んで、この斎藤家攻略に、向かおうとして、内政を固めてるところなんだけど、東の武田家がですね、ものすごい勢いで進軍しています。あと上杉家もだね、もうここまで来てます。正直そんな悠長なことを言ってられないかもしれないというわけで、第2回やっていこうと思います。とにかくもうしばらく内政固めていこう。笠井家伊達家により、滅亡。姉が高次家は滅亡ちっちゃい勢力がすごい勢いで滅んでいく。まあでも内政しっかり固めて間違いではないはずなんだよな。斎藤義達がお亡くなりになった。斎藤辰興になったんだね。あと10ヶ月あと10ヶ月果たして持つのか、当家は。何の音だ、何の音だ、何が起きてるどっかで戦争が起こってる。北条もすごいことになってるぞ。このドゴンっていうのは他国が滅んだ音なんだ。もう里見もダメかもしれんな。どうしてこんな大軍組織できるんだよ。沿国の地域から耳寄りな風聞が。市政に有望な浪人がいるとのこと。お、いいね。へえ。で、商人、はい。勝家が優秀な人材見つけたって言ってるから、ちょっと送り込んでみよう。いいと思う。本当に優秀なの頼むぜ。期待してんだからね。武田家もちょっとおとなしくなったようだな。上杉と武田で争ってほしいんだけど。朝廷より使者が参られた。なんだろう。お金くれみたいなこと？朝廷と仲良くなると、政策の発令が可能になる。相手より威信が高いと攻め込んできた敵兵が萎縮して有利に戦える。へえ。自身より威信が低い勢力との外交が有利になる。これめちゃくちゃいいじゃねえか。よし。500ばかりの金銭、承諾。この時のためにお金を蓄えてきたのだ。ちょっとずつ偉くなろう。よし。ちょっと待って、何かが発生している。待って、六角が長島城攻めしてんだけど。ちょっと待てよ。それは困る。困るなぁ。困るんだよなぁ。やめていただけませんでしょうか。どうしようか。でもこれ兵数が多すぎて手出せないな、ちょっと。無理すぎる。何人いるんだ ?8000 人ぐらいいるなぁ。いやぁ、これは傍観だな。まだ手出せない。西はどうなってるんだ？もう、毛利強すぎないか？毛利、今作の毛利やばいかもな。北はまだ大丈夫そうだな。いやー、長島城攻めるべきだったか。待て、家臣は何しろって言ってんだ今、剣言。あー、長島城を攻めろって。現在敵方の兵力約1万に対し、我が方の兵力は約1万でござる。1万対1万じゃねえか。おい。足利家など2勢力を味方につけております。攻め入る際は援軍にご注意あれ。本拠の開発も未だ途上にあれば軍開発を命じてみてはいかがでしょう。いや、もうちょっと内政やった方がいいみたいなこと言ってるな、秀吉は。僕もそう思います。おい、大丈夫かよ。ものすごい勢いで、ものすごい勢いで滅んでるけど。あ、長島城が落ちる。これは落ちる。行くか？いや、無理だよな。もう落ちたんだよ。3000は厳しい気がする。ちょっとね。いけないことはない。でも、あまりメリットもないのか？落ちた直後を狙うか。待てよ、六角あんまり兵残ってないな。観音寺の4000だけか。いや、斎藤が攻めてきたら終わりだもんな。無理なんだよ、今動くのは。先に斎藤だ。六角と同盟結ぶしかないな。六角には敵視されているが、ああ、ダメだ。1だ。信用1しか稼げない。仲良くできないな。どうしてこんなに兵力用意できるんだよ。1万人いるじゃねえか。無理だよ、そんなの。長島城落ちるのを指を加えて見守るしかない。落ちました、長島城。あ、いや、まだ落ちてないな。待てよ、行けないかこれ。無理かな。いや、行くなら今、かな。正直、あんまり、気乗りしないが。いや、行くべきじゃない。絶対行くべきじゃない。お！は？上泉信綱が符号を囲っていると聞き誘ってみたところ、東洋に応じそう。来たおい。剣豪上泉信綱がやってきました。
なぜか東の方からやってきた男。やったぜ勝利。労せずして優秀な武将一人手に入れました。いいじゃねえか。よし、軍開発だ。もっともっと内政固めていこう。後々に備えて、きっとこれがいつか役に立つはず。ちなみに外交は続けられてるのかな、武田と。あ、当家のことを信用している。素晴らしいじゃないか。あ、もうこれ以上は稼げないんだね。もう目的を達してしまっているが、ちょっと同盟結んでみるか。じゃあ武田と、来た。はい。でさらにもっと仲良くなればいいんだよ。婚姻結べるじゃん。よし、当家は虎の意を狩る狐になる。なんかあんまり堂々と宣言することじゃねえけど。よしよしよし。長島城ボロボロなんだよな。行くなら今じゃねえのか。ちょっと見てみるか。なくはないな。六角家は足利家と仲がいいんだね。あと斎藤とも仲がいいね。足利家と仲がいいのが非常にめんどくさい。なぜならば足利将軍家はものすごく絶大な権威を持っているからです。ここと戦争したらもう斎藤とか相手にしてられなくなるな。僕はこれ通称足利ネットワーク、足利ネットって呼んでるんですが、この足利ネットをかいくぐるためには誰かが足利家を滅ぼすか、全てと戦えるほどの力を手に入れなくてはなりません。だから足利家と仲良くないやつと戦いたいんだよね、最初は。待て待て、六角家信長を剣をしている。なんでだよ。何もしてねえだろまだ。そんなに嫌わないでくれよ。なんかとてつもなく嫌われてるみたいだな。もうしばし待つ。僕は家康を信じます。今は至福の時です。まあ幸いなことに武田家とも同盟を結ぶことができたからな。なんか来たぞ。川中島の合戦だ。僕の同盟国、兄貴分信玄が。聞いたことないけど、信長の兄貴分信玄と待ち構えていた。越後の竜と海の虎。かっこいいな。思えば二人はこれまで見たびこの川中島で対峙したものの、見たび直接感化を交えたことはなかった。よどめも睨み合いが続くかに見えたが、武田軍は別動隊を上杉勢のこもる西条山来たよ。キツツキの戦法、背後から吸収させ敵を八幡原におびき出し本隊とで攻撃する。名付けてキツツキの戦法。かっこいいよな、キツツキって。本当にネーミングがかっこいい。武田の目論みより一時以上早く朝もやを切り裂いて上杉勢が現れた。さてはキツツキが仕損じたか。焦る信玄の目に北条月下に乗り、こちらを兵営する将の影が映る。謙信来たな。間違いない、我が壇上将筆正虎その人であろう。片や正虎は夜半に敵の迂回を察知した。あ、もう察知してたんだね。敵の裏をかき未明のうちに密かに山を下り武田本隊を奇襲せん。霧の中下山した正虎の目前に堂々たる陣容が広がる。中央の将棋に座る将は信玄入道その人であろう。かっこいいな。初めて戦場で相まみえた竜子、先に動いたのは竜だった。狙うは信玄の首一つ。護衛の槍ぶすまをかいくぐり正虎は馬上から太刀を振り下ろす。すごいんだけど、我が織田家完全に蚊帳の外ですね。間一髪信玄の軍配がその刃先を弾いた。新幹線主体の戦国時代にあって本来ありえないはずの大名同士の、ありえんよな、軍配で受けてるし侮れねえわ。信玄の方がより一枚上手に見える。
刀使わずして戦い続けることになる。とりあえず剣心を止めてほしい、信玄には。まずそこだな。はい、キツツキの先方考案者山本勘助死亡しました。かっこいいんだけど、ネーミングはかっこいいんだけどな。もう武田の勢力すごいよ、本当に。なんだこれ、市場拡張。領内の軍では武将を派遣しないと解決が難しい問題が発生することがある。なんだと？問題が発生したって。問題の種類は、領内の荒廃、国境紛争、上位集落の建設。国境紛争だと？武将を派遣しないと敵の軍を制圧するために独断で出陣する場合がある。やめろって、マジで。やめろ、やめろ。城主が特製血気持ちか武勇60、知略60未満の城で発生。前線に血気持ち置くとやばいな。勝手に戦線を開いてしまう。領内の荒廃は一気が発生してしまう。上位集落の建設。強力な効果を持つ上位集落を建設できる。これはめちゃいいじゃん。何が発生したの？あ、上位集落じゃん。いいですね。やったね。素晴らしい。よし、木下秀長行け。受けたまわりました。やったー。よかったよ。国境問題じゃなくて。まったく、やれやれだよ。表情を取り行う。政策、やろうぜ。何かできそうなものないかな。天下布武。これも入れといた方がいいかもな、天下布武。ちょっとお金はかかるけど。行軍速度上昇だもんな。やっとこ、天下布武。信長だもんな。あ、夏に獲得した勲功が見られるみたいだぞ。あ、秀吉が昇進してる。いいぞ、秀吉。兵をかき集めるのだ。あ、家宝取得してる。いいぞ、長増。あ、自分が手に入れたのか、あれ。別に、織田家に入ったわけじゃないのか。朝廷より使者。また金の武神かよ。まあいいだろう。お金めちゃくちゃ貯まりました。1万8000貯まりました。あれこれしている間に。周りでは大きな問題起きていないようだね。長島城は少しずつ兵力が回復していっている。でもいい。うちもかなり軍備が整いつつあるぞ。穴があれば入り立て。おい、やめろ。引き抜かれそう。やめてくれ。やりました。やったー。大市を建設いたしました。いいね。できる、できるぞ。火縄に触れておらぬ。腕が鈍りそうだ。長らく戦争してないからな。よしよしよし、いいぞ。天下布武だ。これは信長限定の能力なのかな。あ、なんか家宝買おうかな。一個買っとこう、安いやつ。馬を買っとこう。ひょっとしたら、足利幕府にこれを献上する時が来るかもしれんからな。こう土下座する準備はいつでもしておいた方がいい。何があるかわかんねえからな。あ、武将以上の武将が多くないとできないんだ、これ。そうか。楽一楽座やろう、じゃあ。よし。次は楽一楽座。信長っぽくなってきたじゃないか。関所の通行料をなくす。関所自体をなくすんだっけ？有名な政策だね。武田と上杉がバチバチやり合ってます。いいぞ、争え争え。清須留来た、やっと来たよ。これを待っていた。桶狭間の戦いで今川義元が討ち死にしたことは、長く忍従の日々を強いられていた松平家にとっては千載一遇の好機であった。はい、これで、信長と家康が同盟を結ぶんだね。待ちわびたぞ、竹千代や元康か。完全に今川とは袂を分かつ、意を決したということだな。まあ、さっき戦争してたしね。これから松平の生きる道は織田家との協力以外ありえませぬ。いいね。わしと手を結べば親の仇と恨む今川氏真がすぐにも攻め込んでくるやもしれぬぞ。いや、もう交戦状態だからね。これで、同盟状態になるはず。同盟を結んだ当家を警戒し、上杉家ら13勢力との外交姿勢と信用が悪化します。悪化なんだと。待て待て待て、ちょっと聞いてないぞ。待てよ。それは聞いてないね。それは聞いてないね。次の歴史的事件が発生するまで2年必要。2年は長いな。城1個取るしかないな。城1個取りに行きます。長島かな。取るなら長島かな。どっちだ。いや、観音寺に5000人いるんだよな。金山城かな。信玄の力を借りることができれば斎藤攻めは可能なんだけど、信玄が今忙しそうだな。そりゃそうだよね、謙信と戦ってるんだから。一番攻めやすいのこいつなんだけど。待てよ、家康邪魔だな。家康邪魔じゃないか。
一番勝てそうなのは家康なんだよな。城一個分けてくんねえかな。同盟結んでやる代わりに。でもここは武将が優秀だからな。誰かが斎藤家と争ってくれればいいんだが。こちらの兵力は約1万少々。敵は ?1 万3000か。厳しいな。正直、長島城攻めるのが一番簡単だな、これ。長島城だな。調略を仕掛けるぞ、長島城に。何にしようかな。でももう、そんなに耐久ないんだよな。焼き打ち。お、成功率高い。いいぞ、いける。頼むぞ、秀長。我々はこれより長島城を攻める。90日かかるって。かかりすぎじゃねえ。そんなにかかんの？もうすぐ攻めた方がいいじゃん。よし、戦の準備をせよ。いやー、でも斎藤に攻め込まれたらどうしよう。さ、スッて取って、スッて戻ってこよう。スッて取ります。攻略目標は、長島城だ。どうせ嫌われてんだ。やるしかないだろう。行くぞー、戦の準備をせよ。さあ、全軍準備完了しました。行きます。出陣だ。敵は長島城。あ、ねね、お前様のご分祈っているからね。機長どうしたよ。なんでねね出てくんだよ。任せとけ、わしはまだまだ出世するぞ。いやいや、機長は信長の奥さんが出てきて叱るべきなんじゃないの。兵糧が尽きたら部隊が壊滅していってしまうんだね。兵が減って、はい、敵の城を取り囲んで時間をかけて落とすか、無理やり叩き壊すかだね。被害は大きくなるけど、さらに回戦を行うこともできる。さあ、初戦だ。敵の軍が集まる前に行くぞ。敵も集まってきたぞ。でもこっちが着く方が早い。よし、まだ敵の部隊が到着してないうちに回戦を行います。合戦だね。梶との戦い。まあ1万対2400なら負けるわけはないだろう。行くぜ。あ、舞台の詳細を見ておこう。うちは8つか5、6体も出てきたんだね。相手にとって不足なし。行くぞ。かっこ撃破してくれるわ。あー、こんなマップなのね。敵味方の部隊が一つの戦場に集まって勝敗を決するのが合戦です。武将たちは勝利や功名のため自己判断で部隊を浮かし戦います。ただし戦況の変化に応じて判断を求めてくることがあります。なるほどな。勝利するには敵の総士気をゼロにする、敵部隊を全て撃破する、敵の軒口を全て破壊する、敵大名を討ち取る。舞台は基本勝手に動くんだね。命令することもできる。この軒口っていうのを破壊されたらやばいんだ。舞台の出入り口だから。要所、戦場に散らばる重要地点、これも抑えると有利になる。制圧すると全部隊の能力が上昇し陣営の総士気が上がる。これめちゃくちゃでかいな。あ、ここが敵の軒口だ。一番奥、我が方の優勢は揺るぎなし。一気加勢に攻めかかり反撃の機を与えぬことが肝要かと。回戦行くぞ。かっこいいな。かっこいいな、おい。あ、もう動いてんのか。あ、信長も勝手に動いてる。そうか、指示も出せるけど勝手に動くってことね。柴田勝家、誰か助けてあげて。ちょっと待って、待て待て待て、一人で戦ってるよこの人。一番やり、待て待て、血気盛んすぎるだろうが。有利に戦うには先鋒発動、強撃、高台からの射撃が効果的みたいだね。待て、お前、お前挟みに行けって。そこにいてはいかん。挟み込まれちまうぞこのままじゃ。勝家は大丈夫か。勝家めっちゃ戦ってる。相手の被害の方が大きそうだけど。いいねいいねいいね、いけるいける。お前ここで1対1だ。いいよ、塞いだぞ。いいよいいよ。さあ、相手の軒口を破壊するのだ。林秀貞隊、裏切り者じゃねえか林秀貞。はい、要所制圧、味方の総士気上昇、能力アップ。柴田勝家隊全部100超えてんだけど。いいぞ。あ、林秀貞が挟み込もうって相手を。いいんじゃない。いいよいいよ。さ、相手の体力が減ってきたぞ。ほとんど被害ないんだけど、柴田勝家隊強すぎて。相手が弱いのか。一方的ではないか。はい、こっちでは信長隊が後ろから襲いかかって攻撃しました。はい、撤退。
ちょろいの。さあもう逃れられないぞ、三雲隊。いいね、実にいい戦だった。よし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 、バッチリバッチリ。でも撤退できないからな、もう、はい、壊滅。いいね、はい、我らの大勝利です。初戦勝利。よし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 、いいぞ。いや、相手の2400人中1800人を減らせたのはかなり大きい。さあ獲得勲功1番は一番槍の柴田勝家。いいね、林秀貞ゼロ。ゼロはねえだろう、ゼロはかわいそうじゃねえか。一応西の道をこうね攻め上がって敵の軒口に一番最初についてたよ。ゼロはさ、なんかもうお前嫌われてんだろみたいな。なんだこれ、あ、港を建設しようだって。何これ、やりたい。上位集落広域港建設、最高じゃねえ。やったぜ。いや調子いいぞ。さあ行くぞ、まだまだ攻め上がるんだ。強行しよう強行。敵の城はもう落ちるぞ。あ、落とせるかも。来た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 、やったー。一気火星に攻め上がることで城を奪いました。よし完璧。敵勢力の城制圧に成功しました。お見事です。城の数が増えたことで勢力はさらに強くなります。獲得した城には城主領主を任命しておきましょう。この調子で領地を拡大できれば天下統一も夢ではないはずです。やったね。さあ東海地方を制圧することでも一応一つのエンディングになる。今が滅ぼせばエンディングを見ることはできそうだな、一応。まあ、そんな簡単じゃないけどな。とにかく誰か城主を任命しておかないと。誰がなれる城主。おー、織田長政。いくつ君？16歳ぐらい？出陣中なんだ。城主になれる奴らが。勝家が城に戻ったら、領地替えしたいところだな。今すぐじゃない。今すぐじゃないな。とにかくこの六角家、関森の部隊を跳ね返してからだな。来たぞ。そして城が5つになったことで歴史が動きました。半兵衛の城取り。美濃国稲葉山城。斎藤道三が本拠として以来、この義達、そして孫の辰沖が居城としてきた名城である。だが辰沖は年若く、家臣や国衆を束ねる力を持たず、自信のなさゆえに、主食に溺れる悪循環に陥っていた。まったく辰沖様の遊興ぶりには困ったものよ。これでは、美濃国衆への示しもつかん。要は、自分の主君がお酒や女の人に溺れていたんだね。それをいさめるために、竹中半兵衛が、あることをしたっていうイベントだね。このままでは他国に攻め込まれましょう。まあ幸い稲葉山城は堅固ゆえ、そうそう簡単に攻め込む輩もおるまいとは思うが、これ過去の信長の野望シリーズでも稲葉山城はマジ固くて落とすの大変なんだよね。稲葉山城が堅固？私は必ずしもそうは思いませんがって言ってるんだけど、それもこれも我ら家臣の支えあってこそ。この前提がなければあの城を奪うことの大した手間ではないでしょう。お疑いなら今からでも攻略してご覧に入れましょうか。そしてあっさり宣言通り稲葉山城に侵入し落としてしまった。とんでもないよな本当に。鮮やかに城内各所を制圧、主君斎藤辰沖も幽閉し、稲葉山城をわずか16人であっという間に陥落させたのである。なんたることぞ。なんたることぞだよ、末恐ろしき軍略よ。主君の乱行をいさめたに過ぎないと断り、半兵衛はあっさりと城を辰沖に明け渡すと自ら謹慎して所領にこもってしまった。反省してほしかっただけなんだよね。だが肝心の辰沖様が城を取られた怒りのあまりますます主食にのめり込むとは半兵衛すら予想しえなかったか。ダメじゃん。ダメじゃねえか。やるじゃんみたいに思ったけど逆効果じゃねえか。やれやれ家臣も家臣なら主君も主君か。もうダメですね。半兵衛の名声のみが上がった感じですね。さあそしてさらに我が織田家臣木下秀吉です。角俣築城。ウーム、殿より受けた身の攻略固め、角俣の地に砦を築けとの命。重臣の方々が挑み軒並み失敗してきた曰くつきの任、次お任せをと申し上げたが、斎藤の支配地に近すぎる。まあ、正直に砦を築けば兵を出され瞬く間に潰されよう。
無この難題をいかにしたものか。ん？逆に兵を退けてしまえば、あとは砦を築くのみなのではないか。秀吉はつてをたどり、長良川の水運を握り、力を持っていた川波衆のもとへと向かった。来た、蜂塚小六。さっき戦に参加してた蜂塚小六だね。秀吉どもといったか、我ら川波衆は斎藤側についておる。何をしに来たかは知らんが、そっくり落とし、斎藤に持って行ってもよいのだぞ。秀吉は斎藤辰興の暗愚を語り、このまま斎藤につけば織田を敵に回し滅びると警告。いいよ。悪くない。あっさり説得されてしまった、まあ、斎藤は明らかに危ないからな。だがただ調略という話ではあるまい。それで俺らに何をさせよってんだ。はい、あっさり砦を築くことに成功しました。秀吉の出世の足がかり。いわゆる一夜城とか言われる城だよね。川を使って一晩のうちに砦を建てたとかいう逸話があったりなかったりする城。さあ、これ蜂塚小六家臣になるんじゃないか。お、どんどん来るぞ。お市の腰入れ。織田信長は美濃侵攻を開始すると同時に、いずれ来たる上洛の時に備え近江の調査を開始していた。さあ、信長の野望をやる時いつも思うんだけど、読むの難しい漢字が多すぎるんだよ本当に読むの大変。マムシの子らは取るに足らぬ、されど尾張に手間取りすぎた。もうなんなら尾張が読めない人もいると思うんだよ。読めないよ、お蝶だよあんなもんここでさらに時を費やすは惜しい。外交で攻勢をかけるか。さあ、早く腰入れしてくれ、お市。あ、お市かわいいな。引き入れよ。引き入れよ。浅井長政に腰入れせよ。はい、わかりました。随分と素直だな。心得ております。兄上が私の相手として選ぶからにはきっと立派なお方のはず。そう、浅井長政は立派だった。お市のおかげで楽できるかもしれないな。対六角が楽になるかもな、これで。直常、そなたはこの話を断るべきと申すのだな。さよう、尾張の主信長は底知れぬ男にござる。和を保とうと決して腹の底は見せませぬ。いつ何時我らに刃を向けるか知れません。手を結べど我らに安寧はありませんぞ。それゆえに頼りにはならぬが、父祖の代より縁のある朝倉を重んじよと。私はそのような考えでこの乱世を渡っていけるとは思えぬ。浅井家は長政の祖父助政の代から朝倉家と同盟関係にあり、長政もまた朝倉家の義を重んじるかと思われた。この浅井家っていうのは朝倉家っていうところとずっと同盟関係にあるんだよね。ここで信長と手を結ぶことを選び、婚姻関係が成立しました。まあただこれが後に重大事件を引き起こすんだけど、それはおそらく今回のプレイでは起こらないんじゃないかな。歴史が変わってしまう気がする。織田信長の妹一にございます。ふつつかものではございますが末永く。いいね、美男美女だね。はい、結果半兵衛の城取り。竹中半兵衛が行方をくらます。くらませちゃったよ。はい、いろいろなイベントが発生して来たぞ。はい、六角の軍勢が攻めてきました。1500人でもうお前の仲間は滅んだもよ。悪いが、タイミングが悪かったようだな。もうまっすぐ攻めればいいだろう。スピード感が良かったな。さあ、まっすぐ攻めるんだ。まっすぐ正面から踏み潰してくれるわ。あ、一番槍は織田信長。あ、信長が一番槍は良くないんじゃないの。家臣の手柄にしてやろうよ。ちょっと信長隊下げようかな。勝家に手柄を譲ろう。家臣の手柄を奪っちゃダメだよな冷静に考えて。あ、いいよ。さあ、強撃だ。潰せ、挟み込め。林秀貞隊が活躍している。基本的には戦場に出てきてそのまま効果を発揮するのは城主の部隊だけなんだね。有力な武将は城主にしなくてはならない。そのために功績を稼がせて出世させてやらないといけないね。城主になれるのは侍大将以上のものだけだからな。はい、あっさり勝利。さあ2連勝だ。まあ勝って当たり前みたいな戦ではあったが、信長が張り切りすぎてしまったな。さあ、で問題はこの後ろの部隊が来るかどうかなんだよ。六角家がそのまま攻めてきうる。面倒だな。ちなみに次のイベントは、岐阜城解明。マジか次は斎藤家を滅ぼさねばならんようだな。有利になるようなイベントはない。しかも来るぞこいつら。ちょっと大変なんじゃないの。ちょっといろいろやっとかないと。神前
武田家との同盟はあと2ヶ月で切れてしまう。仲良くできそうな相手がいない。あ、足利家と仲良くできるんじゃないか。幕府との外交、お、幕府と外交して役職を得ることができる。いいね。幕府滅んだら役職なくなっちゃうんじゃないの。でも悪くなさそうだ。喜んでかかりましょう。よし、幕府と仲良くしてみよう。さあ来るぞ、面倒な奴らが。あ、待て待て、うちの軍が狙われている。クソ、行くしかないのか。このまま進軍します。仕方ないんで行くしかない。よし、かっこ撃破してくれるわあ、待て待て、1万5000人いるぞ。やばいんじゃないの。これ負けたら滅ぶぞマジで負けるわけにいかないぞ。相手は何部隊だ。部隊数が少ないと不利になるな。イベントで8つか5、6体がなくなった気がする。行くぞ。ここに要所があるな。佐久間信盛隊、みんな要所を目指してるね。それは悪くないぞ。この軒口2000人じゃ守れない。西がまずいね。正面もまずい。全部まずいんだよな。攻撃されたら非常にまずい。ここの高台を取れば射撃できるね。ここに行きたいな。佐久間信盛隊はここの高台を取りたい。まあ西は適当にごまかして東取るしかないな。両方は取れないんで。でもここに軒口あるんだよね。ここ取られたら全員混乱するんだよ。勝家西に送るか、川越えて適当なとこで行こう。とにかく前進せよざっくりした命令。川渡るから足が遅いんだこれ。まずいな。非常に良くないですね。いや、これここ非常に良くないぞ。そうだよね、そうなるよね。舞台を割いて。よし、いいよ、いいよ。悪くない。違う違う違う、そうじゃない。違う、お前はこっちに行け。一番槍か。そこで当たっちまったか。勝てる。林秀貞隊の方が能力自体は高い。いける、いけるよ。よし、よし、落とせる。信長が早くついてくれないとどうにもならねえ信長頼む早く。いいよ、よしよし。勝家と信長がどこまで頑張れるか。この高台を佐久間信盛隊が取ればここから射撃できるんだけど、間に合わないな。まずい、やばいぞ大丈夫かな。勝家が攻撃されちゃうぞこれ。あいつやつ、コブ、ここ行っちゃダメじゃない君。いや、こっち行っちゃえ。勝家頑張れ、お前が頑張るしかない。勝家頑張れ。よし、お、鉄砲戦車来た。いいんじゃないの。うわ、え、900ダメージ入ったぞ。いいよ、待て。よし、高台行け。高台に、高台に戻れ。事情が変わった、状況が変わった。いける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 。お、高台より打ち下ろしが狙えまする。いいですよ。来た、神聖。え、信長の技能神聖なんだって。効果は攻撃力上昇、防御力上昇、両方大アップ。これやばくねえか。クソ強そう。ちょっと待って、プラス55なんだこれ。55だと攻撃166、防御173、やばすぎじゃない。3桁いったらやべえって思うのに160。相手は滅ぶぞこれは。はい、弓、これ分かります。高台から高台を取り、弓を打ち下ろしています。いたかろう。はい、桃地さんで撤退。やったね思い知ったか。はい、勝家はかかれ柴田。あ、かっこいいね。どうしよっかな。要所を取りに行かないと。敵の軒口を狙おう。いいと思います。待て待て待て、こいつら。よし、撤退させた。よかった、いいね、素晴らしい。よっしゃー、もう敵の軒口取っちゃおうぜ。ここを抑えれば勝ちだ。この5000人はもう無視しよう遊ばせとこう。戦わなければいい、戦わなければ。コブ、
ここちょっという時に使いましょう。コブ使おうぜ。あ、使える？あ、使える使える。はい、コブ。いや、これ、ここ遠いから行くのやめとこうかなって思ったけど、マジこの要衝高台、めちゃくちゃ強かった。高台ゲーかも。高台ゲー、高台ゲーってなんだ？高台を取るのが非常に大事なゲームだ、これは。これ面白いな、戦闘が。ちゃんとその、布陣に意味がある。フリー移動でどこに立ってても変わらないゲームではない。苦しき戦じゃの。一人だけめちゃくちゃ苦しんでる。でも相手も苦しいぞ。相手はもう体力がない。はい。壊滅。いいよ。で、勝家はそのまま相手の要所行っちゃおう。この5000人はもう無視していいぞ。はい、そして実は信長が相手の本拠地で攻撃してます。今回は士気じゃなくて体力っていう要素があって、舞台に。体力がなくなると、能力が下がってしまうみたいなんだよね。やったぜ！さあ、相手が混乱したぞ。だけど、あ、敵の士気がゼロになったんだね。勝利。結構簡単に勝てたな。信長が強かったぜ。よしよし、抜き口だったらありがとうございます。やりました！ただ、六角家当主かな。舞台5600人丸々残ってしまったね。これで一旦跳ね返すことができたろう。なんだ？え？何これ？お？多くの敵部隊相手に合戦で勝利すると、その名声が威風となって周辺に届き影響を及ぼす。単に敵を撃破した以上の戦果を得られるので、敵部隊が多ければ積極的に合戦での勝利を狙いましょう。何それ。そんなことが。お、六角家に勝つとは当てにできるな。いや、織田家の勢いは警戒すべきか。いずれにせよ甘い顔を見せるにしかず。警戒してる斎藤家が。六角家から3の軍が当家に寝返り、斎藤家をはじめ4勢力との関係が好転。神戸州かな、神戸州からの従属度上昇。配下武将の忠誠が一時的に上昇。おお、すごい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 ことが起きた。軍を奪ったぞ、亀山城から。そしてこれそのまま亀山城行けるんじゃねえ感がする。あ、でもあんま西行きたくないんだけどな今。どうしよう、でも行けるなら行きたいけど。いやー微妙だな。斎藤家攻めたいんだよな。武田との同盟あるし。でも行けるかもしれない。あ、兵糧があと480しかないな。でももう一個は取れそうな気がする。でも亀山まで取るか。取れるだろう。いけいけ、ゴーゴー。取れる時に取るべきだろう。行くぞーカウンター入れてくれるわ。後悔するがよい。兵糧はない、兵糧はないが亀山までは落とせる。なんだ、足利家の当主足利義輝が面会を求めて来訪。何、こたびは私に免じて六角家との戦矛を収めてもらえぬ。出たよー、これだからさ、将軍家ってのは向こうから攻めてきたんだぞ。そもそも、あ、ちげえや、ちげえや、違う、うちだ、俺が攻めたんだ。長島城、嘘でした。どうしようかな。わあ、将軍の顔を立てないわけにはいかないか。まだどうしようかな。あ、選べない、選べないんだ。それほどまでにまだ将軍家の力は絶大だった。停戦に入ってしまいました。よし、帰るぞ。よかったよかった、兵糧もないところだったんだよ。そしてこれでしばらく六角家はうちに攻め込むことはできない。ちょうどいいですね。帰ろう帰ろう。十二分に役割を渡した。武田家の信用は100、はい、婚姻結ぼうかな結婚しようかな。お通夜の方、お通夜の方は織田信貞の娘、あ、織田信長のおばさんだ。諏訪勝頼、あ、勝頼いるな勝頼に嫁がせとけば結構長きにわたって役に立つんじゃないか。武田との同盟はありだな、全然あり。このお通夜の方っていうのは史実だと誰と結婚してるんだ。格上だな格上だな。勝頼、諏訪勝頼ってこれ武田勝頼なんですよ。後のお兄ちゃんたちが死んで武田家に呼び戻されたっていう。ありだな、全然正直あり。勝頼の奥さんにしちゃおうかな。よし、行きます。姉さん女房だ。こいつはきっと偉くなるぞ。決定。はい、武田家と婚姻を結びました。これはでかいよ婚姻結びました。見てください、この超巨大な半島を築く武田家との間に婚約が成立しました。すごいすごいマジですごいぞ武田家。これでもう徳川との同盟はいらねえな頑張れ家康
もし信玄が攻めてきたら俺は何も助けてやることはできないが、これで斎藤との戦がやりやすくなった。まあとりあえず兵糧を貯めねばならないな。全然構わないぞ。さあ城に帰るぞ。さあ長島城の知業を任命せねばならないね。誰にしようかな。あ、秀吉がもう城主になれるな。秀吉か。前田利家もいいな。前田利家にしとこうかな、ここは。西の睨みは。秀吉はまだ北の方で働いてもらわなくてはならない。さ、真政でもいいな。滝川一益でもいいな。丹羽長秀でもいいな。誰でも全然構わない。やっぱ武官がいいな。戦場に出てきてほしい。よし、ここは滝川一益にしよう。頼んだぞ、一益。秀吉は史実だと長浜城なんだけど、今、義理の弟が長浜持ってるから、そういうわけにいかないんだ。あとは、勲功を稼がせたい奴らを、設定しておこう。お、池田恒興いるじゃねえか。あ、なんかこれ、ちょっと待てよ。内政させようと思って設定してたけど、実は、その土地にいろんな影響を与えることができそうだな。持っている能力で、ちょっと確認してみよう。あ、城主相性とかあるじゃねえか。待て待て。いろいろあるぞ、これ。設定する意味が。ああ、上から順に選んだ方がいいようにできてるのかな、よくとして。そんな感じだな。城能力補正が上がるみたいだ。へえ。信長の能力を補強できるみたいな。そんな感じなんだね、言うなら。待て待て待て。特性も乗るのか、ひょっとして。っていうことだよな。信長は持ってないよな、構成とかって。持ってるのかな。あー、だから他のところの代官やってる奴らが構成持ってるんだ、これ。構成レベル5。前田慶次と上泉信綱で、レベルが上がってるんだ、これ。そういうことか。持ってる、この技能が大きく影響を与えるんだ。城主に技能を付け足せるみたいな感じだ、言うならば。なるほどな。だから本当に優秀な武将は優秀なんだ。いや、そりゃそうなんだけど。だから結局召し抱えたけど、何もさせてない。ずっと城に置いてきぼりみたいなことが少なくなってるな、これ。ちゃんと土地を与えれば、それだけの活躍をする。そういうことだ。なんか来てないか？おい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 。なんか攻め込んできている気がするぞ。いや、あ、違う違う違う。うちの領土を通ろうとしてるのか、これ。おいおいおい、ちょっと待て。北畑が、うちの軍取ってんだけど、まあいいか。いいや。六角攻めかよ。いや、ちょっと待て。それめんどくさいかも。北畑がでかくなるのやめてほしい。でもうち米がねえんだ。米買おう、米買おう。表情。米を買え。なんかいつも同じことやってる気がする。米を買え。豊作だから米が安いのか。そうみたいだな。よし、米を買うぞ。兵糧6000でいつまで戦争できるんだ。北畑に攻め込みたいな。ムカつくな。亀山城取ったら亀山城に攻め込んでくれるわ。いつ斎藤と戦争すんだよ、これ。地獄か。あ、奪った軍は、結局もともと所属してた城を落とさないと配置できないのね。まあ、相手の収入が減るから意味はあるんだ。こいつらやりたい放題じゃねえか。尺だな、亀山城取られるの。うちの城なのに。でも今はいけない。今はいけないんだ。そういえば、論功行賞どうなったんだ？お、昇進してる。いいね。前田利家も昇進したみたいだね。あとは、さっさなりまさと？これは誰だ？マウスオーバーで名前欲しかったな。誰なんだ、お前は。お前は誰なんだ。誰かが昇進した。制作。海上輸送ができるようになったぞ。全軍の兵糧収入プラス 10%。え、これめちゃくちゃでかくないか？やろう。今やろう、すぐやろう。米が欲しいんだ。ほら。殿、松平家の松平家康殿が、え、家康？なんだ？ああ、向こうから仲良くしようって言ってきたんだ、これ。お金をもらえる代わりに、期間が終わった後で、見返りとして向こうからいろんな要求をされうる。なるほどね。援軍仲介を約束してくれって。援軍だと出せるかな、わかんないよ。まあいいけどさ。承諾。断る理由もないからな。今川が攻めてきたら守ってくれってことだろ、これ。よし。なんとか戦にも勝利することはできたし。ここまでかな。皆さんご視聴ありがとうございました。続きを見たいと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。